懲戒金を返しまして皆様の直すまよろしくお願いしますご挨拶を頑張れ笑ってる人は佐賀井町長の16年間の強権政治 Z から H へ変える心を通じる本当にあったかい政治を目指すこれが町民にしっかりと受け止められた結果がこの様子でございます。本当に町民の本当の心が通じた選挙でありました。感謝しました。はい私たち議員も今5人でありますけども団結して高梨町政を支えていきます、はい、よろ